ミノガメとは古くから様々な文学作品や芸術作品に記述が見られるもの付着したカメのことである。日本の祭りのみこしに見られるミノガメのイメージ。画像はカメに乗る浦島太郎。緑草をまとったオーストラリア長首ガメ背中にミノを羽織ったように見える様子からその名で呼ばれるのであるが、このように甲羅に藻がたくさん生えたり藻が尻尾のようになったカメは特に珍重され。 長寿を象徴する縁起の良いものとされる。日本では、ミノガメ、ミドリ、モロカメ、緑草ガメなどと呼ばれる。尾のように緑草が伸びたカメが描かれることがある。また、中国でもミドリ劇と書かれ、カメに人工的に緑草を着生させることも行われており、ミノガメの育成法を記述した書籍も一般向けに複数販売されている。ミノガメが、 書物に登ったのは5世紀の中国、そして日本でも平安時代には中国から伝えられたようである。亀に着生する緑藻類について最初に研究したのは1907年のコリンズである。その後の研究によっていくつかの種が亀に付着する緑藻類として認められ、それらは結局バシクラディア族として分類された。バシクラディア族は近年、 分子系統学がもたらす知見により、まりもと禁煙であることが突き止められた。大抵の草類は、暗闇の中に置けばそのうちに死んでしまうが、バシクラディアの仲間は長く生存可能である。そのため、甲羅の上に、様々な種類の藻類が着生しても、亀が暗いところで冬眠したり、炎天下で甲羅干しをするなどするうちに、他の藻類は古いにかけられたように耐えきれず脱落し、 最後に、バシクラディア族だけが生き残るという状態になるようで、ある。なお、海星の亀には、バシクラディア類は着生しない。ウミガメの甲羅にも、藻類や海藻が付着することがあるが、いわゆるミノ亀と呼ばれるほど、長い藻が作れへは知られていない。ありがとうございます。